毎日更新しておりませんでした。すいません。ログチューブ、3日ぶりになるわけ、負けない。3日ぶりになりますね。すいません。あのドグチューブゲームズっていうのをやっておりまして、また別チャンネルでぜひともこっちチャンネル登録してほしいんですけども、じゃあ33時間生放送をやっておりまして、ちょっとまあね体調がね良くなくてですね、33時間終わった後新幹線で岐阜に帰ってきて、ファイナルファンタジーの仕事やらせてもらったり、なんかボカロの仕事やらせてもらったり、マインクラフトのことやらせてもらったり、もうやっぱね年収3000万あると忙しいなと思いながら日々生活しておるわけでございますけども、やっぱベースのドグチューブをね本当にちゃんと毎日やらなきゃいけないということで、本当に更新が2日分ぐらいあると思ったのよ。ないよ、カメラマンと一緒にさ、だってああこれはもう15日分撮ったら大丈夫やなって、もうバッチリだって撮ったらあっという間にやな、15日経つの、あれから15日ですやろう、俺もう全然あると思ってたもんあと2週間分ぐらいあると思ってたもん、あっという間なくなっちゃうんでね、今日も時間ない中ですけど、今日は10本撮りしますのでずっとこの服を見ると思いますのでよろしくお願いします。さあそれでは、あ、ドグチューブゲームズチャンネル登録貯めますよ。こっちのドグチューブが1万6000人から7000人いるでしょ、うん、ドグチューブゲームズ4000人しかいないとおかしいんですよ皆さんが移動してチャンネル登録してくれればもう最悪1万5000人ぐらいは行くはずなんですから、ね、お願いします。ゲーム専門でやっておりますから、4月はですね、まあ、平日ですけどもファイナルファンタジー3をですね、PSP 版、4日間に渡りますので、はい、もう日を勝手に決めましたので来る？いや、ちょっと要検討で、ね、4日間、チャンネル登録お願いします。この、説明文の方からいけますのでお願いします。まあでもドグチューブの方が見やすいよね、うん、この前のさレッドシーズプロファイルっていうのをチャレンジしたんやけど、アーカイブあれだもんね、8時間とかが5、6本あるから、8時間、6時間、8時間見れないよ、絶対見れへんわな。まあいずれねちょっと編集、再編集版もやりたいなと思います。見えへんな、見えないね、いやどうせ出ねえし軽っペシャほしゃ、あ、すごい、おドグチューブ史上一番軽い、おお綿毛のような感じ、出たー出たークワトツ、クワトツのダイバーズウォッチや、うわー、よくないのがあれだよね、クォーツとスペルが微妙に違う、うん、商法やな、これ違うね、でも読みはクォーツなんだよね、きたね、すごいね、ちょっと巻いてみていい？いつもなんかこれでさよならみたいな感じで巻いてみんとね、うん、感覚が分からへん、チープ感がねこっちからも伝わってくる、マジで意外といいかもよ、俺の高級時計をしまって、お6万2000円の高級、高いそんなせえへんよ、最近俺なんかしたけど実は金持ってるって言われてるからな、持ってないの、実は何実は金持ってる、親が金持ちとかいろいろ言われとるの、おお、あれ意外あれ今日の服にすげえ合うやん、これほらポップな感じでね、ほら合うじゃん、キラキラのポップスターポップポップスター、ポップ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 、大の大冒険に出てくるのもポップ、懐かしいあの鉄拳セブンに出てくるキャラクターの一人がすげえ平井堅に似とるっていう噂、あ、今はさんになってるね、そうそうそう、なんだっけ、ムシャヒディーンっていう名前、なんかインドみたいな、そうそうそうだからあれに似とるってことは俺にも似てんねやろうなって想像して画像を見たら本当に俺にも似てた、びっくりしたということでポップスターが出ました。明日は何が出るんでしょうか。ドグチューブゲームズのチャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。